初代ライム、リージスのリスター男爵、ジョゼフ・リスター初代、リスター男爵、ジョゼフ・リスターは、イギリスの外界。メリット勲章勲爵し、王立協会フェロー、数密顧問官。フェノールによる消毒法の開発者。リスターは1860年からグラスゴー大学、1869年からエディンバラ大学で臨床外科の教授を務めた。 1877年にはロンドンに戻り、キングスカレッジロンドンで臨床外科の教授に就任した。最近の一種であるリステリアは彼を記念して懸命された。また、高校消毒薬のリステリンも彼を記念しての商標である。ただし、彼自身はこれらには一切関わっていない。当初彼は無名の外科医に過ぎなかった。当時ヨーロッパでは、 ルイパスツールが汚染と腐敗の関係を発見し、ロベルト・コッホが細菌を発見し、センメルベイス・イグナーツがさらにそれを推し進めて、医療者の汚染した手によって、三熟熱が伝染することを発見した。イギリス国内では、フローレンス・ナイチンゲールが、新鮮な空気や清潔な環境の重要性を説いた。センメルベイスもナイチンゲールも、医学の主流から見れば、 まだ非科学的とみなされていた時代である。しかし、小さな手術でさえ術後に起きる手術熱と呼ばれる感染による死亡率が高いことに悩んでいたリスターはこれらに注目した。リスターはそれらを総合し、術後の総称の可能は細菌による汚染であると考え、術屋や,や手術用具をフェノールで消毒することにした。1865年イギリスの グラスゴー王立病院に馬車に惹かれた11歳の少年が、頸骨の開放骨折で運び込まれた。当時開放骨折の予後は、極めて悪かったが、リスターはフェノールを染み込ませた包帯で少年の足を覆い、定期的に交換した。すると、傷は可能することなく感知。リスターは、その後十例の開放骨折の症例でこの方法を、用い、八例で成功を収め、 1867年に、佐読性の医学雑誌、ランセットに、ON the Antiseptic Principle in the Practice of s e r g e r という論文を発表した。しかし、消毒薬の正しい使用法が、まだ確立されていなかったこともあり、他の医師による追試の結果は、惨憺たるものだった。またリスターが無名であったことから、この方法は、注目を浴びなかった。 イギリス医学会の重鎮で、産婦人会のジェームズ・シンプソンからも反対を受けた。シンプソンがリスターを否定した理由として、彼は、張り厚止血法の大家であり、フェノールで処理した糸を使えば安全な血管血殺法ができると主張するリスターとの止血法に対する考え方の違い方があったからとも、言われる。それでもリスターは、淡々と臨床試験の結果を追加していき、 手術機器をフェノールで消毒手術やにフェノールを噴霧する噴霧法を考案。また、1868年には動物の腸から作られた糸をクロム酸により処理した耐久性のある吸収糸を開発。これは今日でもクロミックカットグッドとして世界中で用いられている。この消毒法と吸収糸により無菌手術を実現。 また1869年8月エジンバラ大学の教授職に就任し、この地においても排血病等を撲滅させた。時と共にやっとリスターの業績が認められ、1883年、ビクトリア女王から順断尺の称号を授けられた。その後、空気中の菌の落下はごくわずかで接触感染が問題だということがわかり、1887年に、 フェノールの術屋への噴霧法を中止し、現在の無菌操作とほぼ同じものとなった。1902年、時のイギリス国王、エドワード7世が中水炎の手術にあたり、ジョゼフを指名するほどとなる。1912年に肺炎で死去。盛大な国民葬で送られ、ウェストミンスター寺院に埋葬された。ありがとうございます。